NRI ボイス、こんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺っていくのは未来創発センターデジタルアセット研究室長谷山智彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このシリーズではデジタルアセットファイナンスの可能性と課題をテーマに4回にわたって伺ってまいります。早速初回はどういったお話でしょうか。はい、今回はデジタルアセットの定義についてお話をしていきたいと思います。 NRI Voice NRI Voice。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。未来創発センターデジタルアセット研究室長谷山智彦さんです。まずはプロフィールをご紹介させていただきます。谷山さん、2004年に NRI に新卒入社、不動産インフラ分野に関する調査研究およびコンサルティング業務に従事しまして、2019年にはオンライン不動産投資プラットフォームの立ち上げをご担当されました。政府の専門員やそしてビジネススクールの講師も務められております。はい、ということで、まあ、今回の話題にどっぷりこうずっと長年関わってきたということでよろしいですか。そうですね、はい、うん、この分野の研究とあと社会実装もやったことがあるという、はい、まあ、ちょっと珍しいかもしれませんけども、そのようなキャリアになっています。はい、ではそのデジタルアセットファイナンスの可能性と課題ですけれども、まずはその定義ですよね。そもそも、デジタルアセットの定義、まあ、アセットは英語で資産の意味ですから、デジタル資産の定義ですけど。そうですね、これデジタルアセットの定義もですね、最近になって結構変わってきたというところがあります。あ、そうですか。はい、20年ぐらい前、まあ、2000年前後ぐらいはですね、デジタルアセットというとなんてまさにこういう音声であったり、映像であったり、はい、もしくはその、まあ、画像のような、なるほど、デジタルな、なんでしょう、コンテンツ的な意味合いで、まあ、デジタルアセットという言葉が一時結構またブームになった時代がありましたし、はい、そのデジタルアセットをどうやって管理していくのかっていうのが話題になったこともあるんですけども、まあ、現在ではですね、このデジタルアセットというところは徐々にこう定義が変わってきている。それも分散型台帳、はい、ブロックチェーンという技術が登場することによってまあ変わってきているというような状況になってきています、はい、なるほど。じゃあ今はデータのそういう動画とかだけじゃなくなってきているってこと、広がってるってことですか。広がってるということです。だんだんとこう意味合いも変わってきているというところだと思うんですけども、現在こうデジタルアセットといった場合にはまさにこのブロックチェーンと呼ばれるような、まあ、分散型台帳にまあ記録されたこのデジタル的なこの価値を表すものというところにこう徐々に変わってきてですね、単純なその画像であったり、映像のような、まあ、デジタルコンテンツというだけではなくて、そこには何かこう価値がありますと。 NFT とか。そうです、おっしゃる通りです。まさにこのトークンであったり、もしくはこうビットコインであったり、まあ、セキュリティートークンであったり、何らかそういうような価値を持つような資産、しかもそれはデジタル的な資産というものがこうデジタルアセットとしてまあ定義がされるようになってきているというところになります。だから、まあ、昔であればその資産といっても、まあ、こういういっぱい動画っていう資産があるからなんかいいよねみたいなところから実際にもうちょっとお金的な匂いがする。そうですね、そこにはまさに価値が含まれていて、その価値を表彰するっていうんですけど、まさに表したり、もしくはこう利用したり、そして交換したりということが、このデジタルアセットのまあ登場によってまあ可能になってきているというところが今大きな変化になっています。なるほど。金融的な側面を持っている現在のデジタルアセットということになるわけですが、これはまあ当然ながら技術の進化、あと様々な、まあ、発明にもつながってそうですね。そうですね、まさにこの、まあ、20年間昔のいわゆる画像データであったり音声データから、まあ、一気にこのデジタルの価値を表すものに変化をしてきたというのは、まあ、一つの大きなブレイクスルーというものがありましたと。でそれはよく、まあ、先ほど申し上げているような、まあ、分散型台帳、これ代表的な技術はブロックチェーンと呼ばれるものになりますけども、電子透かし的なやつですね、はいはい、取引のこういわゆる履歴みたいなものを、はい、こうブロックと言われる単位でですね、こう管理をしていて、はい、でまあ、ブロックチェーンなのでまさに鎖のようにこうそれをつなげていくというところで、はい、まあ、この正確な取引履歴というものをこう維持しようとする技術というのがまあ登場しましたと、はい、まあ、ビットコインが、そうですね、誕生したわけなんですけども、このまあビットコインに代表されるようなまあブロックチェーンの技術を使ったアセットという中で、それがこうデジタルアセットとしてまあ登場してきたというところになっています、うん、なるほど。今までだったらね、ブロックチェーンって例えば図書館で本を借りたときに後ろにね、借りた人のずっと日付となんかハンコみたいなのが置いてある、あれを要はデジタル上で誰がいつまで持っててみたいなのが、まあ、図書館の場合は借りてるだけですけど、買ったり売ったりとか無料の場合もあるけど、それが全部誰がどう保有してるかっていうのが正確に分かるんでコピーができないと。
そうですね、まさにそう、うん、おっしゃる通りですね。そういうふうに、まあ、ブロック、こう一行がブロックになっていてですね、はい、その一行のブロックというのがこう鎖のようにどんどん連鎖をしていき、うん、まあ、一旦それが他の人にどんどんこう浄土されていったとしても、その正確性というものがまあ担保されるというものになってきます、うん、よくそれこそ20年前のデジタルアセットのその動画とか、はい、あの時に何が起きてたかっていうと、例えば音楽とか動画の違法配布が流行ったんですよね、はい、ありましたね、だからみんなが違法音源をダウンロードしたりとか、映画の動画をダウンロードしてしまうと、それは要するに無限コピーができてしまうから、まあ、今も当然普通に SNS とかに上がってる画像ってやろうと思えば無限コピーできますけど、できますね、はい、そういうのができないっていうか、やったとしても分かってしまうようになったんで価値が出てきたと。おっしゃる通りです。正確な取引履歴というものがちゃんと分かるようになってきたというところが、うん、まあ、価値でもあるんですけども、うん、実はこの最大の特徴というところは、まあ、もちろんそれもあるんですけども、こういわゆるデジタルアセット、金融的なそのアセットの特徴という中ではコストが下がるというところも非常に大きな特徴になっています。なるほど。それは今までこう図書館のカードのようにですね、紙によって管理をしているとなると、うん、いわゆるそのアセットを持つ人がですね、10人から100人増えるとですね、はい、すごく大変だと。そうですね。いう中で、ええ、いわゆるブロックチェーンによって管理することによって、それがこう人数がたくさん増えてもコストが増えないという中で、うん、こうなるべくこう商品というものがどん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 こう小さくすることが可能になってきたと。はい、いうところで、まあ、コストが下がることによって、まあ、一個一個の単位というのを、うん、例えば昔は10万円とか100万円出さないと買えなかったものが1円であったり1万円であったりというような小口化というものがまあ可能になったというところが、実は多分個人という単位から見た場合には一番大きな変化なのかなと思います、うんうん、なんか身近なところで言うと、例えば SNS の、プロフィール画像を NFT で買うとかありましたよね、はい、ありますね、はい、ああいうものも、だから要はああいうものもできるちっちゃな画像ですからね、別に、はい、さほどの金額にならないものですけれども、はい、そういったものも、その人しかつけられないという、はい、その得意性を出すことができるようになったわけですね。そうなるとやっぱり、まあ、経済的な社会的な影響っていうのはこの変化によって大きくなってきてるということですかね。そうですね。コストが下がるということは何が起こるかというと、金融商品みたいなものをこう作る、トークンにするものを作ることがこうちっちゃくしても大丈夫だと、はい、なるとですね、これ従来はなかなか投資できなかった方でも、うん、まあ、1円とかですね、はい、100円とか1万円から投資できるのであれば、ちょっと持ってみようかなということも可能になりますし、うん、はい、逆に言えばこのなんかいろんな方々が入ってくることによって、投資先といいますか、うん、今までこう扱えなかったような新しい金融商品みたいなものを作る、うん、まあ、なんか商品の多様化みたいなものも可能になるという中で、まあ、なんかその通貨、まあ、ビットコインのような、まあ、いわゆる、うん、通貨に近いような、まあ、決済に使うようなお金だけではなくてですね、例えばこう不動産であったりインフラであったり、うん、もしくはその NFT であれば最近のウイスキーとかですね、はい、アートとかですね、はい、そういうような、まあ、ずっと嗜好品的なものも含めて、うん、まあ、幅広くこのブロックチェーンを使うことによって、まあ、デジタルに商品、有価証券に、うん、もしくは証券化することが可能になってきているというところになります。そうするとその買うだけの話じゃなくて、単位がちっちゃいということは作る側も気楽に作れるわけですよね。そうですね、はい、コストも下がりますし、ええ、もしそれが今までなんかこの商品を作って100万人が投資するとなったら、名簿の管理だけでも大変だったじゃないですか、ええ、それがこう技術が入ることによって、別に100万人だろうが、うん、200万人だろうが、うん、まあ、そんなにコストは変わらないとなればですね、はい、その人数の多さというのに、まあ、惑わされることなく、うん、一番いい商品というものを提供することが可能になってくるというところになります。まあ、各分野でこのデジタル証券化、さっきおっしゃってたようなものっていうのは進んでるわけですけど、うん、著しいその目覚ましい分野っていうのはどういったところになるんでしょう。やはりこう日本の中で目立つっていうのは、まあ、不動産を対象にしたような、はい、まあ、デジタル証券化といいますか、まあ、こういうデジタルアセットを活用した商品というのが非常に、まあ、目立つようになってきています。例えばどういうことなんでしょう。例えばという中で言った場合には、まあ、よく多いのはですね、例えば温泉旅館であったり、まあ、ホテルであったりというような、まあ、資産というものを一遍こうトークンに変えてですね、うん、はい、で個人の方々でも、まあ、例えば地方であったり、まあ、温泉宿の、うん、まあ、オーナーになれるという中で、一口みたいになるとおっしゃるとですね、一口温泉オーナーのようにですね、あの温泉旅館好きだなとかですね、もしくはあのエリアなんか非常にこう旅行に行った時にですね、うん、非常にこう感銘を受けてなんか関わりたいなと思った場合に、まあ、従来ではなんか寄付をしたりとかもちろんあるとは思うんですけども、もしくは単純にもう株買って投資家になるしかないですよね、はいはい、でいう中でやっぱこのあの温泉旅館の、まあ、
一口オーナーになれるというようなところが、まさにこういうデジタルアセットの技術を使うことによってまあ可能になってきているという中で、実は今2024年まあ3月時点においても、もう日本国内でもですね、大体1000億円を超えるぐらいの市場になってるんですか。なってきているという中で、まあ非常にこうデジタル化、まあデジタルアセットというものを使うことによって、いろんなこう温泉旅館であったり、もしくはまあホテルであったり、もちろん他にもですね、いろんな賃貸マンションを含めたようなこう不動産を対象にしたような商品というところに、非常にたくさんこう個人のお金が向かっているというのが今の足元の状況というところになってきます。これ例えば温泉旅館ホテルの場合って、その一口になると例えば年間何泊できるとか、そういうことですか。ですね、大体一口になってくると、大体ケースによるんですけど、10万とか100万ぐらいの単位で投資ができて、一般的にはこれあくまでデジタルアセット投資になりますので、大体何パーセントぐらいの利回りが受け取れますというところに加えて、そこの例えば温泉旅館に泊まった時に使えるクーポンであったり、もしくは優待の宿泊券であったりというような、なんかこう優待的な、まさにオーナーシップを持っているので、その対象のアセットに対して何かこう関われるような、よくユーティリティっていうんですけど、なんか何らかのその効用みたいなものを得られるような、なんか付帯的なチケットというものがつくことが結構多いという状況です。そうか、じゃあ賃貸マンションも今までだったら1棟買わなきゃいけなかったのが、それぞれ小口で買ってっても、その利回り分のパーセンテージが変わらないっていう感じになったということですね。おっしゃる通りですね。今までこう1棟のマンションをバラバラにしてしまうと、コストがこう上がっていくという、なんかまあ管理のコストが上がっていくんですけども、それがこう上がらなくなったことによって、バラバラにすることによって複数の投資家がまあ入るようになってきたと。昔は本当に1棟のマンションとかを、売るんだったら1人に売ったのが一番楽なんですけども、それを今100人とか1000人にこう分割して売ったとしても、それほど大変じゃなくなってきたというところが、実はこの技術を使った最大の特徴というところになってきます。1000億という話ですが、2024年の3月現在ですけども、まだまだこれ全然広がりそうですね、この話聞いてると。そうですね、まだ実は日本でもまだ始まったばっかりのところもありますので、まだまだわからない部分非常にたくさんあるマーケットでありますけど、非常にこう拡大のスピードは著しく速いので、今後こういうようなデジタルアセット、特に不動産に限らずですね、さまざまなアセットに、これが活用されていくというところが期待されているということです。なるほど、デジタルアセットの定義お分かりになりましたでしょうか。さあ、次回は投資家の新たなスタイルともいえるデジタルアセット投資家層の特徴、今日のお話にもつながるようなお話ですが、詳しく伺っていきたいと思います。引き続きお話を伺うのは、未来創発センターデジタルアセット研究室長の谷山智彦さんです。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。NRI Voice、 この番組はアプリや Google などのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI Voice で検索してチェックをしてください。引き続きデジタルアセットファイナンスの可能性と課題をテーマにお話を伺っていきます。ナビゲーターはサシャでした。